たった今チェックインしました。ここドアで入ったところです。入ってすぐにハンガーとか館内用のスリッパですね。そしてカードキーを差し入れて電気がつくようになっています。こちら姿鏡ありますね。こちらがバスルームですかね。バスルームはシャワーのみですね。そしてこちらがトイレということで、あとこちらのホテルには大浴場があります。大抵私がホテルを取るときはできる限り大浴場付きのホテルを取っているので、このこういう部屋のシャワールームとかお風呂はあんまり利用したことはないんですが、綺麗ですね。ここのホテルまだ新しいようですね。いいんじゃないですか。デスクもあります。そして目覚まし時計もついていますね。あ、何気ない心配りが嬉しいですね。ここは日暮里駅から一応5分ということになってますが、5分ではちょっと無理ですね。結構7分から10分近くありますが、結構外国人がいっぱい来ているようです。金庫がありますね。はい、こちらお風呂セット一応2つついてます。見てみましょうかね。中、これ体洗うタオルですね。はい、そしてこれが館内着ですか。いいんじゃないでしょうか。あ、一応空気清浄機らしきものもついております。一応広げてみました。パジャマじゃなくて何て言うんですか、これ浴衣っぽいガウンって言うんでしょうかね。そしてなぜかもう一個あったんですが、こちらは色違いのようです。多分ねサイズ同じなんで、私はこちらを着ようと思います。ポットの他にカップとお茶のセットですね。はい、ほうじ茶とグリーンティーがあります。そうして下は安定の冷蔵庫。これは私が先ほどコンビニで買ってきたものなんですが、ここのホテルはお水の提供とかはないようですね。今まで泊まってたラビスタ東京ベイはすごかったのは、毎日水2本補充してくれていましたね。そこはすごいなと思います。はい、そしてちょっと疲れたんでね、駅で買ってきたんですが、これね、抹茶のゼリー、これから食べてちょっと休みたいと思います。はい、部屋でおやつにします。なかなか美味しそうじゃないですか。これ今日は本当に歩いたんですよ。ちょっとラビスタ東京ベイを11時にチェックアウトして、そして一旦ここに荷物を持ってきたんですが、あ、大きい荷物は宅急便で次の Airbnb に送りました。それで小さいスーツケースだけ持ってここまで来て、それでまだチェックインできないので、この近くにある谷中銀座っていうところに前から気になったので行ってみたんですが、ちょっとよくわからないですね。あそこね、何がいいんだか。その場合には外国人とかいっぱいいました。まあここは舎人ライナーとか成田行きの電車が止まるので外国人が多いんですが、あとそれから日暮里繊維街というのもこの近くにあって行ってきたんですが、あんまりちょっと個人的には興味ないので、そこはパパッと見ただけで、でもそんなにお店なかったんですよね。ちょっと見落としたのかもしれません。というわけでその後
秋葉原へ行ってきました。思いっきり外国人コースなんですが、そして暇つぶしにですね、あそこに転がってるガシャポンをやってきました。実は前にも別のところでやってるんですが、これですね、これいいと思うんですよね。これかわいいでしょ。これ何ですか、何ですか。あ、これね、スミスキーしているかしら。これね、かわいいんです。これ実は前のも合わせるとコンプリートしました。そして向こうに転がってるポケモンのやつね、ピカチュウ以外は全部ゲットしたんですが、ピカチュウが出ませんでした。あ、疲れましたよ。と向こうを見たら、なんとこのホテルマッサージ呼ぶと、これは部屋に来てくれるんでしょうかね。40分で4000円、4000いくら、4400円って書いてあります。あら、いいですね。ちょっとねこれね、飲んじゃいましょうかね。まあいいや、明日からはエアビーの方に移ります。今回なぜ最初からエアビーに行かなかったかっていうと、あの昔と違って結構 AB 値段上がってるんですよね。すごく、まあ、安いところもあるんですが、私の条件に見合うところとなると、どうしても1泊2万円ぐらいかかっちゃって、ホテルの方が全然安いんですよね。サービスもいいし。で今回あのラビスタの方に泊まって、最後の1泊だけはちょっと他のところを試してみたかったので、こちらを試してみることにしました。そうですね、ラビスタはやっぱり最高ですね。個人的に外国人じゃなくて、外国から帰ってくる人、日本人が日本に帰ってきた時に求めるのって、温泉と、あと何でしょう、あ、日本食ですね。朝からすごいんですよね。それでやっぱりあそこは最高だと思いますが、ちょっと場所がね、ゆりかもめに乗らないといけないっていうので、場所はこちらの方がいいかもしれませんね。はい、部屋からの景色はないのかと思ったら、ブラインドを開けたらこのような景色が広がってます。うん、なかなかそんな素晴らしいってわけではありませんが、やはり東京ですね。随分込み入ってますね、この辺は。